まいったな。雨なんて言ってたっけ？うん？降ってんの？急にだよ。春先はこれだから。そういや、傘持ってったのか？何？誰の話？別に。ご注文は？ブレンドちょうだい。昨日の地下鉄事故の影響を受け、現在も各線で大幅なダイヤの乱れが続いています。最近物騒な事故が続くよね。ほら、そのニュースで言ってる地下鉄の事故さ。同僚が巻き込まれて入院しちまってね。っていうか、ちょっと不気味だよね。事故や事件を起こした人、なんか突然おかしくなったらしいじゃない。取り調べ中にぶっ倒れて廃人になった人もいるとかってさ。おはよう。学校まで送ろうか。遅刻するぞ。ありがとうございます。おっと、君もか。ああ。くそ、変態教師が。変態教師。んだよ。鴨志田にチクる気か。今の車だよ。鴨志田だったろ。好き放題
お城の王様かよ。そう思わねえか。いやだから。つうかよ、鴨志田知らねえとかマジで言ってっか。お前囚人だよな。は？他にねえだろこの制服。2年か。ダメかよ。見ねえ顔だな。もしかして転校生か。じゃあ知らねえわけだ。大した雨じゃねえだろ。遅刻すんぞ。どこ行って。帰りて。あの日、大きな地下鉄事故があったわね。覚えてるでしょ。巷で精神暴走事件なんて呼ばれてる騒ぎ、知ってるわね。そんなはずない。ニュースでも取り上げられたし、犠牲者には君の高校の保護者もいた。耳に入ってきたはずよ。あの日、君はまだ単なる学生だったの？質問を変えましょう。転入先は囚人学園だったわよね。都内じゃどこにでもある平凡な進学校。そのはずだった。あの頃一体何があったの？正直に全てを話しなさい。間違えてねえよな。やっぱ合ってるよな。どうなってんだ。中入って聞くしかねえか。おかしいな、学校が。いや絶対ここだって。
ここのはずだって。圏外？どこ来ちまったんだ。看板、学校のだったよな。だろ？お前も見たよな。ビビらせんなよ。誰だお前、生徒なのか？つうか、かっこすげえな。鎧本物か？黙ってねえで何とか言えよ、お前。おい、なんだよ。そんな空気か、これ。こいつら、やべえ。落ち着けって！タイム！逃げるぞ！グズグズすんな！行け！くそ！何なんだよ、こいつら！いった！俺んだろうが！何してくれんだよ！なあ！連れて行け！大丈夫か？ああ、なんとかな。どうやら夢ってわけじゃねえようだな。くそ、何なんだこれ。おい、出しやがれ。誰かいんだろ。くそ、どこだここ。なんかのセットか。喜べ、貴様らの処刑が決まった。罪状は不法侵入である。よって死刑に処す。はあ？俺様の城で勝っては許されない。え、まさか鴨志田か？ただのコソ泥と思ったら、坂本、貴様だったとはな。また逆らうつもりか？貴様、ちっとも反省してないな。
え？一人じゃどうにもならんと、今度は仲間を引き連れてきたのか。お前ふざけんなよ。王に向かってその口の利き方は何だ。貴様、自分の立場が分かってないようだな。我が城に忍び込んだ挙句、王である俺様に悪態をついた罪、死をもって償ってもらうとしよう。処刑だ、連れ出せ。やめろ。くそ。付き合ってられっか。逃げんぞ。いった。いいから逃げろ。こいつらマジだぞ。ほう、貴様逃げるのか。随分薄情な仲間だな。仲間じゃねえ。ほら、早く行け。どうした、おじけづいて逃げられないか。取るに足らない小虫が。俺様はこいつの処刑に集中するとしよう。さっきまでの威勢はどうした。このゲロ、殴る価値もない。今殺してやる。ん？お前、俺様が誰かわからないのか。腹立たしい目をしよって。抑えてろ。あいつを殺したらすぐに殺す。あんた、やめろ、死にたくねえ。これは極めて理不尽なゲーム。勝機はほぼないに等しい。しかし、この声が届いているということは、まだ可能性は残っているはず。どうした、見ているだけか。我が身大事さに見殺しか。このままでは本当に死ぬぞ。それともあれは間違っていたのか。よかれ、カブ、聞き届けたい。契約だ。我の命、汝は我。己が信じた正義のために、あまねく冒涜を顧みる者よ。その怒り、我が名と共に解き放て。たとえ地獄につながれようと、全てを己で見定め、強き意志の力を。殺せ。なんだと。そんなに殺されたいか。いいだろう。
あこいつ。お前ら城の兵士じゃねえな。こっから出してくれ。ほら、そこに鍵あるだろ。外出てえのはこっちなんだよ。てかお前どう見たって敵だろ。捕まってんのに敵なわけないだろ。助けてくれよ。猫じゃねえ。次行ったら許さんぞ。もう来やがった。くそ、圏外だ。外と連絡つかねえのかよ。一体どっから出れんだよ。おいお前ら、出口が知りたいのか。出してくれれば案内するぞ。捕まって処刑は嫌だろう。嘘じゃない、本当だって。どうも調子いいなこいつ。二人だけで出られるってんなら好きにしろよ。どうするよ。マジなんだろうな。早くしないと捕まるぞ。出口はどこなんだよ、化け猫。猫って言うな。我が輩はモルガナだ。うっせ、早くしろ。また閉じ込めんぞ。分かってるよ。ついてこい。静かにだぞ。
なあ。そうだな。シャドウめ、迎撃態勢に入りやがったな。我が輩たちを殺すために本気を出してきたってことだぜ。支援してやるから死ぬ気で戦え。行くぞ。やっぱり素人だな。戦いってのはこうやるんだよ。ゴロ！何するほう。弱点に攻撃して敵をこかす。その隙をついてさらに動く。基本中の基本だ。覚えとけ。さっさと突破するぞ。我が決意の証を見よ。本気だ。疾風が弱点だ。よし。いいか。おっと。
ください。なんだって？弱点は見当たらないな。そんな奪え。は？我が決意の証を見よ。着いたぞ。やっとか。助かった。あかね。てめえ騙しやがったのか。慌てんな、こっちだ。ま、待てよ、おい。どっから出んだ。窓もねえぞ。これだから素人は。こんなの基本中の基本だぞ。その通り。お前やはり筋がいいな。外までちゃんと通じてるぜ。なるほど。ってことはあのハマってる網を。せーの！あっ！えっ！やべ！敵に聞こえてねえよな。やっとだぜマジ。喜ぶのは出てからにしておけ。さあ行けよ。行けよってお前は。我が輩はまだやることがあるからな。ここでお別れだ。ふっ、律儀なやつだな。気をつけていけよ。あいつら使えそうだな。我が輩の見立てが確かなら、あのクセッケの方は特にな。俺らどうなった？しました。逃げ切れたってことか。もう何が何だかよ。何だったんだよあれ。城とか鴨志田とか妙な猫とかどうなってんだよ。でかい声だな。お前ら
囚人の生徒か。サボりか。あ、違う、学校行こうとしたら変な城で。なんだ。おい、カバン出せ。おかしなもんやってないだろうな。なんでそうなんだよ。君は友達か。だったら学校に行きたまえ。彼を連れてね。だから俺だってわけわかんねえんだって。囚人の前なら通ってきたよ。おかしなところはなかった。それ以上デタラメを言う気なら学校に連絡するぞ。お前からも何か言えよ。いや、そうじゃねえだろ。待てよ。マジかこいつ。行きゃいいんだろ。国交省が辞任表明。これで新島さえ。そういえば彼女、今は泳がせておくか。マジかよ。同じ道来たはずだろう。どうなってんだはこっちのセリフだ。歩道の連絡あったぞ。あの警官結局作ったんかよ。お前が一人じゃないとは珍しいな。こんな時間までどこほっつき歩いてた。城。まともに答える気ないわけか。城がどうしたって。鴨志田。のんきだな坂本。陸上の朝練やってたこととは大違いだ。うるせえてめえが。鴨志田先生になんて口聞いてんだ。お前な、もう後ないんだぞ。向こうが煽ってきたんだろうが。本当に退学になりたいのか。とにかく事情聞くからな、来い。はぁ、ふざけんな。私も配慮が足りませんでしたし、ここは寮生媒ってことで。え、いや、まあ、鴨志田先生がおっしゃるなら。とにかく来なさい。大遅刻は事実だ。わかったよ。ところで、例の転校生ってのはお前だな。出したぞ。まあ今日だけは多めに見てやる。校長から聞いていると思うが、問題を起こしたら退学だからな。冗談のつもりか。面白くないな。まあいい、早く職員室へ行け。川上先生も待ちくたびれてるだろう。新しい学校生活、せいぜい楽しめよ。
学校が古城に？喋る猫？まさか過剰投与で幻覚が見えてるの？ふざけてるなら承知しないわよ。話を進めさせてもらうわ。怪盗からの予告状が届いた相手は学校 OB の五輪メダリスト、体育顧問の鴨志田卓。確かに鴨志田のしたことは欲に溺れた許されざる犯罪だった。自供の裏も取れたわ。でも転入したての君には因縁なんてなかったはず。なぜ狙ったの？それは通らないわね。もう一度よく思い出しなさい。